札幌すすきののホテルで男性が殺害され頭の部分が持ち去られた事件。事件直後、容疑者の親子が乗ったとみられる車が防犯カメラに映っていました。ブレーキランプが光り、ゆっくりと右に曲がる車。事件で逮捕された医師の田村修容疑者の車とみられます。撮影されたのは今月2日午前2時15分ごろのことです。車はこちらの道路を通り北方向へ走っていく姿が確認されました。事件現場のすすきののホテルからおよそ100メートルの地点で撮影されました。車には死体損壊などの疑いで逮捕された田村瑠奈容疑者も乗っていたとみられます。2人は母親の浩子容疑者と共謀し、今月1日深夜から2日未明にかけ、すすきののホテルで62歳の男性の遺体の首を切断し、頭の部分を持ち去るなどした疑いが持たれています。瑠奈容疑者とみられる人物が黒っぽい服でホテルを出たのは2日の午前2時過ぎ。その後不可解な行動をします。ホテルを出た瑠奈容疑者とみられる人物は一旦南へ向かいます。しかし誰かを探しているのか、まもなくホテルの前に戻り、その後西の方向へ歩く様子が防犯カメラに映っていました。現場のホテルから200メートル離れた防犯カメラには、北の方向へ逃走する修容疑者とみられる車が映っていました。瑠奈容疑者がホテルを出たおよそ10分後のことです。捜査本部は修容疑者がこの車で瑠奈容疑者を迎えに来たとみています。逮捕から4日、今日も自宅や車の捜索が続いています。捜査関係者によりますと、事件現場から持ち去られた被害男性の頭の部分は容疑者の自宅2階の浴室から見つかりました。自宅からは瑠奈容疑者が変装に使ったとみられる金髪のウィッグや黒っぽい服も押収されました。このため捜査本部は修容疑者と浩子容疑者も事情を知っていたとみています。逮捕当日、父親の修容疑者がいたのは自宅近くのネットカフェでした。付近の住民は修容疑者が最近車の中で食事をするなど、自宅に入るのを避けるような不審な行動を目撃していました。帰られても車の中明かりがついて、なんか長い間ね車の中にいたと。何時間もあんなね車の中で何してるの、中に入らないで。捜査関係者によりますと、事件前被害男性とすすきのの飲食店で会っていたという瑠奈容疑者、最近では5月か先月のことだったといいます。2人はトラブルを抱えていたとみられ、これが犯行の動機につながる可能性があるとみて捜査本部が関心を寄せています。さらに事件前、瑠奈容疑者と修容疑者は自宅近くの量販店でノコギリ、スーツケース、ナイフを購入していました。捜査本部はこれらが犯行に使われた可能性があるとみて調べています。今日新たに明らかになった防犯カメラから、事件直後には分からなかった瑠奈容疑者の逃走ルートが浮かんできました。じゃあ地図で見ていきましょう。まず1台目の防犯カメラは事件現場のホテルから100メートル離れた、はい、こちらのあたりですね。ここが100メートルぐらい離れているということです。右に曲がる、はい、要は北の方に曲がるということですね。修容疑者のものとみられる車が映っていました。そして、はい、これ2台目の防犯カメラは事件現場のホテルから200メートル離れた場所ですね。さらに北へ逃走する修容疑者のものとみられる車が映っていたということです。で、捜査本部はこの車には、瑠奈容疑者も一緒に乗っていたと見ています。被害男性
との、そのトラブルの内容などまだ明らかになっていない部分も多いんですけれども、田村さん、ここまでの情報で何か感じることありますか？そうですね、家族が揃って逮捕されるっていうことになりましたけれども、うん、じゃあなぜ家族がこの事件、この件に共謀したのか、またどんなトラブルがあったのか、あとはまあなぜ頭部を持ち帰ったのかっていうところも含めてですね、まあ、捜査の進展を待ちたいなというふうに思います、平野さんは、元警察官の経歴があるわけですけど、はい、ここまでの捜査で何か言えることってあります？いや、これはいわゆる突発的に起こった犯罪というよりは、おそらくですが計画的に行われたというふうな、こう流れになっていると思うんですけど、もし計画的に行われているとしたらですね、かなりこう前もって時間もかかっていたと思うので、それのアリバイであったりとか、準備をどういうふうにしていたかというのを、調べていかなければいけないので、かなり時間要するだろうなと思いますね。慎重に慎重に、はい、ということでしょうかね。で、今後の捜査のポイントなんですけれども、被害男性とホテルの部屋に入ったのは、瑠奈容疑者一人だけと見られています。で、また瑠奈容疑者と修容疑者は犯行前に自宅近くの量販店でノコギリとナイフ、スーツケースを購入していましたが、これらが犯行に使われた可能性があるとみて、捜査が続いています。